というわけで皆さんこんにちは。こちらは JR 西日本のやってきた車両は223系の6000番台と呼ばれる最近また改造して誕生した列車になります。ちなみに僕はこれが初めて223系の6000番台に乗った日でした。本日は不思議な特急電車に乗っていきますということで、本当に不思議なんですよね。まもなく JR 大久保駅という駅に停まります。案内があるように次の駅で列車の通過待ち、まあ停車なんですけども通過待ちを行います。到着したのは JR 大久保駅の待避線、1番線でしたっけに入りました。まもなく2番線にやってくるのはこちら、通勤特急通特と書かれています。楽々張ります新大阪駅 JR 大久保駅です。まもなく到着するこちらが楽々播磨という特急列車です。1日1本のみの運行、そして朝大阪方面に行き帰りは播磨ということで姫路方面に戻る、そんなルートになっております。本当に通勤特急なんですよね。乗車してみるとこのような感じ、本当に特急車両ですから、デッキがあって客室があって、客室は静かで、しかも指定席ですので全席指定席、快適な車内空間を実現しております。列車は吹田総合車両所289系電車です。先ほどまで乗ってきた普通電車、西明石から快速になる電車ですが、そちらをここの JR 大久保駅で追い越しまして列車発車していきます。この大久保駅には新快速電車は停車しませんが、このご覧の特急電車は停車するということになっております。特急電車、この区間を走るものは浜風であったり、スーパーハクト号などであったり、そういうような特急電車が走っていますが、この大久保駅に停まるのはこちらの通勤特急楽々播磨号のみという感じになっております。基本的に6両編成で運転されておりまして、移動距離は姫路から新大阪までの 91.7km を運びます。1日1往復のみでありますが、東海道本線、山陽本線の新たな特急として根付いております。1号車にはグリーン車の指定席、半分は女性専用席となっております。そして2号車から6号車、こちらが普通車指定席、全席指定となっていますから、自由席のように途中から乗り込んでくるということはあまりありません。この今から乗るのは明石駅までの区間なんですけども、明石を出ると 130km の走行もしてくれるんじゃないかなと思います。まもなく到着するのは JR 西明石駅です。右側に線路群が見えてきます。ここから山陽本線は姫路から大阪方面、神戸、大阪、京都方面に向けまして福福線へとなります。ちょうど朝ラッシュに備えて列車が出庫していたりするのもこの西明石駅の特徴。当列車は1番線に入線します。新快速電車や朝の新快速の線路を走る快速電車もこの1番線から発車することになっております。朝は6時40分に大久保を出まして、6時44分47分と明石駅に停まっていきますので、比較的朝の早い時間帯、そんな時からも皆さん平日ですので、サラリーマンの方であったり会社員の方がたくさん乗り込んできます。ここでも 5,6 人乗り込んでくるのを見受けられました。今までこちらの西日本のうち近畿の中でも兵庫県の方に走る特急電車というのは少なかったんですが、はるか号や琵琶湖エクスプレスのように通勤時間帯にも重宝する列車がこのように西日本にも走り出した、これは2020年のことです。もともと自由席もあったんですが、2020年7月6日から新型コロナウイルスなども受けまして全席指定席という形で運行されております。最近は自由席の需要があまり少なく指定席の方が多いという感じになっておりますので、指定席に乗る人が多いということで指定席に自由席が撤廃されるということが起きております。普通にグリーン券や乗車券などを駅で買いますとそこそこ値段するんですが、今はネット予約の時代です。 JR 西日本のネット予約サービス e5 予約などを使うと、この今乗っている楽々播磨も指定席390円で乗ることができます。放送も特急の人の声です。ちょうど右側には先日引退しました103系の青色の列車が、こちらは和田岬線で活躍していた103系 R1 編成というものです。廃車改装はいつになるんでしょうか。5月とかなのかもしれません。
そして右側に通勤時間帯に備える西明石の207基321キラチが止まっている明石運転場といいますか、車庫を抜けましてここから複々線の軽快なスピードで走ることになります。ここからは普通電車や快速電車の通過待ちなどはありません。次は明石駅に停まります。今回の動画の目的は何かって言ったら、たった7分間で各駅に停車する特急に乗ろうという話なんですが、今まで特急と言いますとね、西明石、明石は止まっている特急もあったんですが、比較的駅間距離は長く素早く、そしてたくさんの駅に停まる普通電車に対し快適に移動できるように主要な駅だけに止まっていくというものが多かったですが、今回のこちら楽々播磨号は大久保駅にも止まっております。そして大久保から西明石、明石と各駅停車と同じ部分を走っております。不思議ですよね。ということで明石駅に今到着です。面白いですね、津波の予想がされるとか書いてありました。やっぱり西日本の須磨の方を通るからでしょうか、それとも黒潮号などにも使われるからでしょうか。楽々播磨新大阪行きと書かれております。なかなかね、大久保から明石までこれに乗る人はねいないと思いますよ。楽々播磨号新大阪行き、ここでお別れです。やっぱりこの楽々播磨号から降りるときですね、新快速を待っている一般のお客さんたちの目を見ながらこうやって降りてくるんですけど、やっぱり優越感に浸るということができるので皆さんもおすすめです。現在は J ウエストチケットですと390円で乗ることができます。ここで楽々播磨号とはお別れ。先ほどの390円と言いましたが、こちらです。ネット予約 e ご予約というサイトを使うと、まあ、簡易登録するだけで390円で乗れるんですね。というわけで明石駅を出てきました。というわけで JR 明石駅までやってきました。たったですね3駅の間の間なんですけども、こちら山陽電車との乗りたい駅です。で今回は J ウエストチケットレス390円を利用してですね、3区間乗ってきたわけなんですけど、今回の動画は各駅停車の JR 特急に乗るという動画でした。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。今回の楽々播磨は平日は毎日運転してますが、休日は運転していないので平日のみの運行ということになっております。皆さんもぜひこの機会に乗ってみてはと思います。そんなわけで現在期間限定で JR 西日本の特急料金一部一律390円になっております。休日は AC とは390円、J ウエストのネット予約のみとなっていますので、皆さんぜひ利用してみてください。ご視聴ありがとうございました。